時間なら私も間に合うとは思うんだけど。うん、ありがとう。じゃあよろしくね。リッチ、今の電話ってもしかしてアリサちゃん？ええ、おばあさまからプレゼントが届くから代わりに受け取ってくれるみたい。練習頑張ってって言われちゃった。じゃあ今日は家族で誕生日パーティーよね。プレゼントは届くけれど、いつもと同じように過ごすつもり。アリサも最近忙しいみたいだし。そうなの？じゃあ本当にいつもと同じで練習ってことでいいの？もちろん。ライブも近いし、おばあさまにスクールアイドルの活動を頑張ってるって話したらすっごく喜んでくれたから、頑張らないとね。そういうことなら練習メニューを少し変更してみっちりダンス練習を入れよっか。そうね、みんなとの練習はすごくやりがいがあるから、私も気合い入っちゃうのよね。今までは生徒会の活動だけだったから、こんなにキラキラした気持ちで誕生日を迎えられるなんて思っても見なかったかも。そうやね。じゃあ早速行こっか。みんな待ってるよ。同時に飛び越すなんてなかなかできることじゃないわよ。これも特別メニューを作ってくれたエリちゃんのおかげにゃ。エリちゃん、ありがとう。どういたしまして。実際に練習メニューをこなして頑張ったのはいいなんだから、もっと自信持ってもいいのよ。マキちゃんと花代ちゃんもとっても良かったよ。さ、そろそろ暗くなってきたし、休憩はここまでにして、次でラストにしよっか。じゃ、ラストだし、もう一度最初から通しでやってみない？それもいいけど、もっといいアイディアがあるの。ニコニーの最高のダンス、見せてあげるわ。ちょっとニコちゃん。ニコちゃんだけじゃなくて、み、ん、な、の、でしょ？いよいよお披露目だね。私、テンション上がってきました。かよち、しー、エリちゃんにはまだ秘密にゃ。もうバレてしまうのも時間の問題だと思いますが。まあ、この日のためにこっそり練習してたから早く披露したい気持ちもわかるんやけどね。この日のために？待って、よくわからないわ。自分の誕生日でも時間を忘れて練習しちゃうようなエリには私たちからとっておきのプレゼントを見せようって話よ。エリの指導のおかげで成長した私たちの姿をぜひ見てほしいのです。心を込めて一生懸命踊るから見ててね、エリちゃん。あらしょ、振り付けも指先からつま先まで完璧で表情も最高だったわ。バレエ風にアレンジしてあるところなんて鳥肌が立っちゃった。練習以上のものが発揮できて手応えを感じていたので、スタンディングオベーションをもらえてほっとしました。みんなで練習した成果が出せて最高に気持ちよかったね。あ、エリちゃん、改めてお誕生日おめでとう。ありがとう。新曲の曲調も少しクラシックに寄せてあったわよね。アレンジがさすがだったわよ、マキ。別に。その方がみんなが踊りやすいかなって思っただけで。やっはー、照れてるのがバレバレだよ、マキちゃん。というわけで、うちらからのバースデープレゼント、エリチ、おめでとう。アンコールがあるなら宇宙ナンバーワンアイドルニコニーの華麗なダンスを披露してあげてもいいわよ。みんな本当にありがとう。せっかくだから
アンコールお願いしちゃおうかしら。ごめん、ちょっと出るわね。もしもし、アリサ？え？そんな急に言われても。ちょっと、アリサちゃん、何の電話かあげてあげよっか。家にみんなを招待してバースデーパーティーをしよう、じゃなかった？よくわかったわね。実はそうなの。いつもと同じつもりでいたから、そんな急には。何言ってるの、エリのバースデーパーティーぐらいすぐに駆けつけられるわよね、みんな。うんうん、実はアリサちゃんから相談されてて、みんなでこっそり準備してたんだよ。ユキハも手伝ってるんだ。どうしたのですかエリ、ハトが豆鉄砲を食らったような顔をしていますが。あらしょ、そんな風に準備してくれてたなんて全然気づいてなかったからびっくりしちゃった。サプライズ大成功じゃん。やったねみんな。ごちそうやケーキも準備してるんだよ。練習いっぱい頑張ったからたくさん食べられるよね。エリチのためにアリサちゃんがおばあちゃんから教えてもらったボルシチを作ってるって。お姉ちゃん思いだよね。ケーキはエリちゃんが好きなチョコレートをいっぱい使ったチョコレートケーキにしたんだ。ちょっとだけ味見させてもらったんだけど、もう最高に美味しいから、期待してて。ほのかちゃんとアリサちゃん、ユキオちゃんのお墨付きだから、エリちゃんにも喜んでもらえるといいな。その話を聞いただけでも美味しそうなんだから、きっと食べたらほっぺたが落ちてしまうかも。ありがとう小鳥。メインディッシュのボルシチに合うご飯も準備してあるんだよ。ボルシチにご飯ってあんまり聞かないけど、花代が言うなら美味しそうな気がしてくるから不思議ね。一応材料は多めに用意してもらってるから、エリがどうしてもって言うならニコニーの手料理も振る舞えるわよ。ありがとうみんな。じゃあたくさん食べられるようにもっとお腹を減らしておいた方が良さそうね。そうだね。アンコールをやっちゃうっていうのはどうかな。それもいいけど、アリサちゃんとユキホちゃんが待ってるんじゃないかな。それなら私にいいアイディアがあるわ。みんなで私の家まで走って帰らない？明暗にゃ。それならお腹も空かせられるし、早くお家に帰れるし、一石二鳥にゃ。練習が終わったばかりなのにみんな体力あるわね。これも普段の基礎練習の賜物ってところかしら。そういうニコッチも余裕そうよね。でもダンスのアンコールにも答えたいな。エリの家で披露できるわよ。エリにプレゼントするつもりでフルで録音してきた曲もあるわけだし。気が利くわねマキ。そうと決まったら